界は直近修正で降下時間と総力の速度上昇値も上がってる。量と市場の掌握の総力の強さが分かりやすい試合参戦やよ。スペックは7という無特にと壊滅的ではあるけど、両投影機だから親父の電池の破格の性能を受けられるのは利点だね。調整で威力プラス8速度 2.6 倍が 9.2 カウントと式後の超絶強化相応になったから、残りの式1で味方プラス3の後方式を打ったと思えば計略の効率は上々やな。今回も周囲を攻武力で固めることで号令としての上昇値不足や自身スペックの低さをフォローする構築だね。地上赤で中期デッキに打ち負けないことや、芝生デッキ、早々デッキに粒力差で序盤リードを大きくすることを考えたんや。このデッキの方ならなんとか今の環境でもやれると思っとるで。状況に応じて赤と青を選べるから、その幅広さの分補差の舞台を数字で選びやすいデッキと感じとるよ。あとは実際の試合を見てくれたら嬉しいわ。処刑する。処刑する。処刑する。求める者、報いに破滅を与えよう。とっておきの一尾を裁く時だ。今度は死ぬまでは許さなせい。処刑する。真に救いを求める者、報いに破滅を与えよう。許さなせい。死ぬ時はこんなもんだ。処刑する。頭を丸めねば。処刑する。決戦に挑むのです。一縷の希望を胸に敵の刃を砕くのです。ギリギリだ。戦場を制するのは市場を制した者だ。決戦に挑むのです。
死ぬ武器、こんなもんだ。あれ？あれれ？ソンドが死ぬまでは。全て滅びればいい。の魚で勝利の祝宴だな。甘いです。
解放マスター。どれ死ぬ武器こんなもんだ。見さらせないの。そこか。お輝きすぎた。甘いです。頭を丸めねば。ライド、俺は無実だ。ライド、どれ足が速いな。矢印が示す方向へ。リム、暗雲を切り裂き、魔王が起床する。らっしゃい。死ぬ時はこんなもんだ。やれやれ、頭が痛いな。征服してやる。同じ高さであの世界は見るみたい。自由を磨き、決戦に挑むのです。戦場を制するのは市場を制した者だ。戦のせいだ。私はここまで。すぐに立て直す。せくでない。そういうことか。悪い。貴様を覚えたぞ。見さらせ。突っ込んで残さず反り落とせ。この身で受けろ。俺の輝きに恐れをなしたか。
いた通り。息子たちよ、死ぬときはこんなもんだ。こいつ焼き付けよ。とっておきの一味を裁く時だ。先へと。マイド。どいつ、こいつの。お前まさか。先へと頭を丸めねば。先へと息子たちよ。頭は冷えた。俺一人でやってやる。やってやるぞ。こいつ。こいつ。
どいつもこいつも息子たちよ、お前まさか、あれ何これ、さらせ、皆炎のごとく攻める時ぞ、ドラの子たちよ、燃え尽きる時ではありません、俺の怒りをこの身で受けろ、さらせ、やるぜ、どいつもこいつも、この罪を許しましょう。というわけでご視聴ありがとうございました。